と11、新シリーズです。正四面体書いてみようということであります。まず、正四面体の XYZ 座標を、一つの、三列の配列に、A 点、B 点、C 点、D 点とすると。で、その A 点、B 点、C 点、D 点をスタックして、つないでいくと、一筆書きの絵ができるということで、A 点と B 点と C 点と D 点を結んだ、この T というテトラヘドロンの、プロットの仕方がここにあります。ということで、これは1個のやつ使っとるので、まあ、一筆書きでこの形、正四面体を書いておるということになります。次に、正四面体を塗りつぶしてみようということですけども、塗りつぶすためには、この平面の中に入っている、点の座標がいりますので、まあ3点の重心みたいなやつをそれぞれ求めてあります。そうすると、ここが重心になって、この重心をプロットするためには、スタックのこの点とこの点というふうにして、XYZ 座標を2行並べてやると、A 点から B 点まで点と線というパターンの最小のペアになりますので、同じ点で、起点と終点が同じ線分が描かれるという形で、この ABC 面の、まあ、重心である人なんかどこでもいいんですけども、またも今平均的な位置にしたと言いたいと思います。で、そいつを他の辺に対してもやって、最終的に、中心と X と Y と Z という、X 座標のペア、Y 座標のペア、Z 座標のペアの、2行もしくは2列かなるというやつで、値が違うというやつが、全然前回ぐらいに行ったと思いますけども、そのパターンを使って、4つの面を作ってやります。そうすると、この最後の面は、さっきの ABC の中心とって形で、それがこれ書かれてるわけですけども、全部書けば、正四面体を、それぞれ違う色で塗りつぶした、正四面体ができることになります。こんなことですかね。で、この t というやつは、プロットで見てみますと、トレースの色とトレースの太さというのが、この緑です。で、サーフェイスの塗りつぶしやつが青になっているので、これが青になっています。例えばこれ赤に変えればと、赤に変えると。にで、一つの、こういう点の座標系のやつで、線画と面の塗りつぶしという両方ができることになります。で、色違えてるなら、それぞれのやつでやらなきゃ。で、面倒であれば、今のやつの X 座標と Y 座標と Z 座標について、それぞれスタックした塊としてやると、X 座標の塊、Y 座標の塊、Z 座標の塊という、これ長いやつができて、その場合は当然、1個の T オールという、まあ、こいつで、塗れることになります。当然、この T オールはさっき言ったように、プロットで、トレースが今赤で見るんですけども、ちょっと変えてやって、線も変えてやると、この線を変えてる部分と、面を塗りつぶしとる部分の二つが実際のアートになります。でもまあ、その二つを見えなくして、一番最初の線画だけのやつと、面があるやつというパターンの二つで、色を変えて、書いております。
というので、一つの面の中で線画と面を作るというパターンを使ってはいなくて、別の線画として変えているので、線の太さとかも変えることができるということであります。はい、以上になります。